ハイマットのオープンに関連していくつかの行事やインタビューなどがありましたが、一連のオープニングの関係としてはこれが最後の最終のものになり、いよいよ今日から一般の方々に対するオープンというものがスタートすることになります。本日も一般の方の予約がすでに入っていると伺っておりまして、いよいよ今日からスタートをするなということを改めて感じています。池田佐賀県医師会長、そして橋本康史鳥栖市長、このお二人にも本当にお力を貸していただいて今日の日を迎えることができましたし、もちろん戸時理事長をはじめとして多くの方々が主体的に取り組んでいただいて今日の日を迎えることができていることに対しても心から感謝を申し上げたいと思います。それでは参ります。九州国際重粒子線がん治療センター名盤の序幕です。どうぞ。